熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。プロジェクト K2 の第3弾4弾とキッチントラックの2号車の進捗状況をお伝えしていきます。今日はですね、日付で言うと6月1日です。デビューが6月半ばに控えているので、もう、来週頭には車検、保険、営業許可の取得に行きます。今まだこんな感じです。まだナンバーついてないんですね結構ギリギリのスケジュールでやっております。今こちらが鉄板が入りましたね、鉄板が入ったのと、中が下の島鋼板のねステンレスの板 と、壁が全部入りましたかね。まだコーキングだとかは、済んでいなくて、穴の開いているところがこれがコンセントの位置ですね。こちらがですね、1号車と同様に、脱着式の換気扇とフードがつく、ところですね。位置的にはこんな高さですね。はい、天井はね、185だったかな。なので結構ねスレスレではあるんですけれども、まあ作業するにはね全然問題ない高さです。やっぱり鉄板が入るとよりこう実感が湧いてくるねレイアウトが見えてくる、状態ですね。はい、実際の売り場というかね現場に立つとこんな感じです。でここに換気扇がついて、お客さんが来たらここから、受け渡しができるような、1号車と同じようなレイアウトになっています。はい、後ろのね壁も窓も、高い位置から、1号車はね換気扇がついていたんですけど、窓だけね吸気でここからもう風を吸えばそのままねこっちからね流れるような、風の流れを作っていきます。で先ほどこのやっぱ鉄板をですね搬入というか乗せたんですけども、このパワーゲートがあって本当に良かったですね。これがあるとね、コロが、台車がついていると下から上にウィンとね、上がるんですよね。ここに、外にね、ボタンがあると下、下げると、ここかな。大丈夫だね。はい、ここまで、しっかりと降りて、で、これで、こんな感じで上がります。めちゃくちゃ便利ですね。これがあるおかげでね、中のね、掃除だとかね、いろいろと、発電機だとかもね、そういったことも、簡単に、楽に、乗せたり、下ろしたりができます。この前もね、紹介したんですけれども、カウンターの下の高さが、僕170センチの身長よりも低いところにあるので、中がね、本当に覗ける高さ、一段登れば、鉄板の中までね、見えるような高さになっています。はい、これが今ですね、これだけで見てもなかなかわかんないんですけども、白いね、シートが貼ってあるんですけど、すべてね、ステンレスを専用のサイズで寸法取りをしてですね、こんな感じでやっておりくれてます。あとは上にイレクターの上りだね、がついていくと、あとは横のタペストリーかな、上りがついて、でさらにここがですね跳ね上げ式で、わかるかな、鉄板がですね、鉄板じゃない、窓が跳ね上がって折れて 上でね、こう全面に看板になるっていうね、ちょっと口で説明するのには難しいんですけれども、はい、そんな風で、トラックのデザインを進めていきます。はい、1台目よりもこう2台目、基本的なね上の看板のデザイン等はね、同じような見栄えにはなるんですけれども、作りとしては、非常に簡単で、ちょっとコンパクトにねギュッと凝縮したようなデザインを予定しております。キッチントラック2号車の、進捗状況をお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。それではまた、さようなら。